マイどうもギャレッということでですね、今回は通訳者が自分の英語を評価してみたというテーマについてお話ししようと思います。まあ僕自身ちゃんとね、通訳をやってるわけですよ、一応仕事としてね。ただね、皆さんからね、お前は本当に通訳できるのと、お前は本当に英語喋れんのかっていうお叱りをね、たくさん受けまして、まあなんでかっていうと、僕 YouTube とかであんまりこう自分が英語喋ってるところを出さないんですよ。なんでかっていうと恥ずかしいからですよ、自信ないからですよ、自分の英語に。まあ今回ですね、自分の通訳をしてる動画がなんと手に入りまして、基本的に通訳の映像ってあんまり手に入らないんですよ。だから自分の通訳を自分で見るっていう機会あんまりないんですけど、今回ですね手に入りまして、ってことで今回はですね、自分の通訳を自分で評価してみたというテーマについてお話しようと思います。それでは行きましょう。はい、ということでですね、まず見ていきますか。この選手、深谷圭介選手っていう、キングスリーグっていうサッカーの大会の2試合目でウクライナと戦った時に MVP を取った選手ですね。でサッカーとかって試合後に囲み取材みたいなのがあるんですね。こういろんな質問が飛んでくるので、僕がそれを通訳してで伝えるみたいな、まあそれが僕の仕事の一部になりますね。じゃあまず見ていきますか。本当にもう嬉しい以外の言葉は出てこないですね。本当にでも僕が今日 MVP 取りましたけど、でも本当にみんなのおかげで取っただけなので、次の試合に向けてまたいい準備をしていって、次も勝利に向けて頑張っていきたいと思います。 So I can say it's over the moon. I'm really happy. And, but this MVP is all because of our team, our players, our staff, everything Tato Junichi present. So all we have to do is to focus on the next game. And next game we're gonna win. What do you think about the Kings League?キモいですね。まあでもまあこれが自分の通訳っていう感じなんですけど、今回の通訳を点数で評価するなら100点満点で70点ですね。ちょっと70点ですわ。じゃあまあ早速見ていくんですけど、まずこの深谷選手が言ってたのは3つに分かれるんですよね。これはまあ通訳の頭の中っていうところにもつながるんですけど、まず1つが今日の試合勝てて嬉しかったです。で2つ目がでもそれはみんなのおかげです。で最後は次の試合に向けて頑張ります。この3つの要素があったと思うんですよ。でそれをまあ一個一個通訳してったって感じですね。どんな感じで言ってたかっていうと、So I can say it's over the moon. I'm really happy. まあこれが最初の部分ですよね。まあこの深谷選手が嬉しい以外の言葉が見つからないということを言うわけですね。だから僕は何だろうって考えた時に、やっぱ Over the moon っていうフレーズがポンって降りてくるわけですよ。まあ Over the moon ってこう月を超えるくらい嬉しいみたいなっていう慣用句でよく使われるんですけど、すごいもうめちゃくちゃ嬉しいんですみたいないう気持ちを表したい時にこれ使える表現なんですよ。だから今回僕はそれを使いました。なんですけど、一つ訂正点です。So I can say it's over the moon. これ、it's over the moon って僕言っちゃってるんですよね。これ、it's over the moon じゃなくて、I'm over the moon とかってよく言うんで、まあ僕がここで言うべきだったのは、I can say I'm over the moon でした。これは僕が修正しなきゃいけないところです。ただ、まあちょっとごまかして、僕も it's って言った瞬間に、あ、ミスったなって思ったんですけど、でもその時に、over the moon っていう慣用句を表現しよう。ここを強調しようとか言って、it's ってちょっと負けて、Over the moon とか言ってるんですよ。なんとかなって。なんとかなって。大丈夫。大丈夫です。I'm really happy. で、まあ、その後に I'm really happy って言ってるんですけど、まあ、これ同じ意味なんですよね。Over the moon と I'm really happy は、まあ同じなんですけど、たまにそういう慣用句がスッと入んない時あるじゃないですか。Over the moon? ん?みたいな。なる時あるんですよ。で、僕が今回通訳した相手は、メキシコの方なんですね。つまり、英語がネイティブではない方なので、そういった時は、僕は相手の言語のバックグラウンドとかも一応考えて、Over the moon で仮に伝わらなかった時の、一つの代替表現として、まあ、I'm really happy っていうめちゃくちゃシンプルな表現を使ったっていう感じです。これで確実に記者の方にはこの嬉しいっていう気持ちが伝わるなっていう。じゃあ次行きますか。And, but this MVP is all because of our team, our players, our staff, everything Tato Junichi present. で、まあ、最初のところに行くと、This MVP is all because of our team. なんで、この MVP は皆さんのおかげなんですと。で、まあ、all because of っていう表現があるんですけど、まあ、これが結構使えて、もうほんとこれは全てあなたのおかげなんですみたいな時に使えると。で、それが一応ポンって出てきたんで、とりあえず、This MVP is all because of our team なんですけど、ちょっとね、やっぱ通訳するとき発音がブレるんですよね。ここ、all becauseBecause of our team って言っちゃってて、 This MVP is all because of our team. そう、本当は All because of our team team なんなきゃいけないんですよ。もうその方がスムーズなんですけど、やっぱり人と話す時とか表に出て喋る時の方がブレやすい、発音は。反省です。で、ここポイントとしてもう一個あるのが、一応、この文で完結はしてるんですよ。通訳として。それはみんなのおかげですと。ただ、記者の方が記事にするときに、じゃあ、その私たちのチームって誰っていう風になるなって思ったんですよ、僕は。この時に。だから、our players, our staff, everything, Tato Junichi president. 君たちのスタッフ、コーチとか、トレーナーとか、まあもしかしたら僕も含まれてるかもしれないと。つまりは、チームのスタッフ側。そして、自分だけじゃない他の選手。そして、まあこのキングスリーグの村橋 FC のオーナーをされていた加藤純一さん。
で、この3つがこのアワチームの中には含まれているんだなと。使うか使わないかは別として、ただ補足情報として、じゃあチームって誰なのって言った時に、サッフ選手として加藤純一さんの、まあ、加えたっていう感じですね。So all we have to do is to focus on the next game, and next game we're gonna win. で、まあこれが最後のところですね。まあ次の試合に向けていい準備をして、次の試合も勝ちます。まあここもね、ちょっとミスってるというか、これも減点材料なんですけど、僕としては。僕が言ったのは、all we have to do is to focus on the next game. この文自体は別にいいんですけど、実はこの深谷選手が次の試合に向けて集中するっていうところと、やっぱり準備っていう言葉を言ってたんですよ。ああ、つって。だから僕はここで prepare for とか、準備を表す何かを入れるべきであった。減点です。限定です。 All we have to do is to focus on and prepare for the next game とか、それが入れてたらもう完璧で、次のところね、 and next game we gonna win。 一応これ文法的にはおかしくて、やっぱ win は他動詞なんで、その後に何か来ないといけないんですよ。だから we gonna win the next game じゃないといけなかった、文法的には。ただ言い訳としては、次の試合っていうのを強調したいというところで統治法を勝手に使ったっていう、完全に言い訳です。これが一応僕の通訳の感じでした。まあそんな感じですね。まあ正直僕自身、まあ通訳やって、まあ大体4年目くらいですけど、勉強方法ってあんま変わんないんですよね。留学中だろうが通訳になっても、全然勉強法って変わんないんですよ。やっぱり日々自分がやってる勉強っていうのの延長線で通訳の力もついていくっていうのが僕自身やってて感じたことで、まあ何か特別な勉強法を見つけられるんじゃないかと思ってたんですけど、そんなこともなかったっすね。絶望したんですけど、逆に安心しましたよね。あ、今までやってきたことは間違ってなかったんだなっていう。でもあと、英語はいかに嫌いにならないかっていうのがやっぱ大事だと思うんですよね。やっぱ通訳ってこうやって絶対に勉強しなきゃいけないっていう状況に置かれているんですよ。ただその中で、こう、がっつりやって、英語もちょっと無理ってなったら仕事できなくなっちゃうから、そういった意味でもやっぱり英語はいかに嫌いにならないか。で、嫌いにならないペースで自分と相談しながらやっていくっていうのがすごく大事かな。こうわーってなっちゃうと、どうしても、なんか、疲れちゃうじゃないですか。今日はやる気がある、やる気がないっていう日も絶対あるから、そういう時にも別にその一喜一憂せずに、まあ今日はこれだけできたらいいかっていう日もあれば、あ、今日これだけできた、よかったなっていう日もあると。だからそういう日々を一個ずつ積み重ねていくっていうのが、結局言語勉強の近道なんじゃないかなと思います。まあこと自分の英語に関して言えば、ちょっとまだまだですね、これは。まだまだですね。まあ発音も含め、フレーズも含め、言葉のチョイスとかね、まだまだ全然だなっていうのは今これを見て感じて、ちょっと今泣いてるんですけど。しょうがない、やるしかない。まあもしね、またこうやって動画が手に入ったら、また逐一ね、動画にしていこうと思います。自分への自戒も含めて。はい。ああ。頑張ります。